はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼイドサウンドライダーガシャットボリューム2です。はい、今さっきセブンイレブンで見かけて、見たことのない商品だったので慌てて4つ買ったんですけど、ボリューム2ってことはボリューム1もあったんですよね。で、買ってから気づいたんですが、ガシャポンの文字がありますから、要はガシャポンガシャットの食玩パッケージ版なのかな。もうすでにレビュー済みですけど、ガシャポンガシャットの04でデンジャラスゾンビはラインナップされて、02でバンバンシューティングも発売してて、今回のこのパッケージにはちなみに1つ500円でした。全4種類が入ってて、バンバンシューティングのノーマルとピカピカパープルメッキバージョン、要は僕が持ってるこれですよね。さらにデンジャラスゾンビのノーマルとデンジャラスゾンビのピカピカホワイトメッキバージョン、これも持ってる、これが入ってると思われます。なので慌ててなんか新しいやつだ、コンビニ限定かなと思って飛びついたんですが、ガシャポンライダーガシャとの再録商品ってことなんですかね。外箱をぐるっと見回すとこうで、ブラインドボックスになってて中に何が入ってるかは分かりませんね。とりあえず2000円を使って4つ買ってきましたので、すでに持ってるガシャポン版と差があるのかどうかを比較しながらレビューしましょう。ちなみにガシャポンガシャットは04も発売済みですが、今回もコンプセットを買いましたので、それが到着したらレビューしたいと思います。メッキバージョン濃い。ちなみにワンボックスに確か20個ぐらい入ってたので、おそらくメッキ系もワンボックスに1個ずつぐらいは最低入ってるんですよね。いきます、せーのドン、うん、ノーマルのバンバンシューティング。そしてやっぱりすでにレビューしたガシャポンガシャと02のバンバンシューティングと同じカラーの成形色かな。同じですね。ここに出っ張りもありますから、完全にガシャポン版だ。食玩版とかじゃなくて、ガシャポンで発売したものの再録。なるほど。こういう風な商品も発売してるんですね。見たことなかったので、おそらくコンビニ限定なのかな。それでは2個目。せーの、ドドン。あー、ノーマルのバンバンシューティング。それでは3つ目。せーの、ドン。うわーやばい、これはやばいですよ。3つ目もバンバンシューティングのノーマル。せめてバンバンシューティングガシャット以外でお願いします。レアモノコイ。最後4つ目はこれだ。なんだ、おーっとー、ノーマルのデンジャラスゾンビ。なんかここまで来たらね、4つ目もバンバンシューティングで吹き飛ばそうとって言いたい気もしますけど、なんとか4つダブリは回避。パーツ構成は全く変わりませんし、ミニフィギュアもちゃんと入ってて、クリアパーツをはめて、グリップ部分もセットして、シールもついてますね。クリアシールかな？これを貼りましょう。あ、そうだ。せっかく持ってるガシャットが出ましたから、ちょっと趣を変えて、パーツを一旦外して、デンジャラスゾンビのパーツを下側にセットすると。ちなみにこれも、すでにレビュー済みのデンジャラスゾンビの成形色と変わりませんね。カチャッとここにはめ込むと、おーかっこいいのかどうなのか、これは。パープルとホワイトのリミックスガシャット的なものができました。さらにもう一個のパーツを使って、今度はこちら側にデンジャラスゾンビのクリアパーツと、思いましたが、クリアパーツももう変えちゃおうか。こっちにデンジャラスゾンビで、こっちにバンバンシューティングで、もうめっちゃくちゃ。めっちゃくちゃ。で、下側にバンバンシューティングの半分と、オッケー！あとはシールをどっちかって感じですが、クリアパーツの柄に合わせて、こちらにバンバンシューティングを、意外といいんじゃない？一度このハーフ&ハーフやってみたかったんすよね。もう一つの方にデンジャラスゾンビ。ツートンカラーガシャットが完成しました。
悪くない、全然ありな気がする。ちょっと多めにダブったらこういう遊び方もいいっすね。はい、シールも貼り終わりました。結果としては全部ノーマルで、バンバンシューティングが3と、デンジャラスゾンビはどれだ？これだ。デンジャラスゾンビが1。メッキバージョンは出ませんでしたから、排出率としてはガシャポンと同じぐらいですかね。ハーフ&ハーフにした以外の、残りの2つのガシャットは、1個は普通にシールを貼りましたが、もう1個はブランクっぽく、あえて何も貼らずに保管したいと思います。これもコレクションアイテム的な感じで使えますよね。で、先ほども言いましたが、先にデビューしたガシャポンガシャットと全く同じものが入ってて、ベースの成形色とかシールのクリア具合なんかも変わらず、裏側の発光風の部分も変更なしですね。気持ち今回の方が薄いのかな？色が。まあでもこれも個体差なんでしょうかと思ったら全部薄いので、ここは差があるかも。ただ後ろにスピーカーがありますし、ガシャポン特有のちょっと変わった形になってて、この辺もガシャポンガシャとそのまんまって感じですね。デンジャラスゾンビの今回出たものと前回レビューしたもの、これも成形色の色は変わらなくて、シールのクリア具合なんかも同じで、クリアパーツ部分の色はこれは全く変わりませんね。裏側の絵柄のメタリックカラーに差はなし。ちなみにレアもののメッキバージョンはこのようなピカピカのパープルカラーとピカピカのホワイトカラーのものが今回も入ってると思われます。どちらのメッキバージョンもやっぱかっこいいな。ではサウンドも鳴らしましょう。まずはバンバンシューティング。あーしまった。そっか、音声ユニットはスイッチ側だから、上に白を持ってくるんだったら、ここデンジャラスゾンビにする必要があったんだ。そっか、よく考えたらそうだ。初のハーフ&ハーフ失敗。じゃあ、絵柄はバンバンシューティングですが、デンジャラスゾンビ。あ、でもそれだったら、クリアパーツ変えた方がいいのか。でもなんかこういう見た目がいいな。まあいいや。デンジャラスゾンビ。無理やり。これが1音目で、2音目。2音目は変身音。この2音が交互に流れます。まずはレベル1は鳴らなくて、レベル2。はい、ハーフ&ハーフガシャットがハマった状態の見た目はこうですね。レベル3。さらに、バグルドライバー。サウンドはちゃんと連動しますね。決め技スロット。決め技からの爆発音で、ガシャコンスパローでは、おや？ちょっと待って。ガシャポンってこういうことありますよね。決め技で爆発音。さらに、キースラッシャーでは、レベルアップでしたっけ？キースラッシャーではレベルアップのみで、他のサウンドは、あ、なりませんねと言うと思ったら、デンジャラスゾンビの音声。そっか、こういう連動の仕方でしたっけ？さらに、デンジャラスゾンビのパッケージになっておりますが、バンバンシューティング、1音目。2音目。
もう一回押すと。あ、そっか、こっちは3音目まで入ってますね、じゃなくて4音目もあります。そしてゲーマードライバーにセット。レベル1音声が鳴ってレベル2と3の音声を同時に確認しましょう。ちょっと待って、レベル3音声は鳴らなくって、レベル2の音声がどちらにセットしても鳴ります。なんかガシャットアイテムも食玩ガシャポンによってとか、ガシャットの種類によってレベル2とレベル3が鳴ったり鳴らなかったり、レビューしてる僕もわけわかんなくなってきましたね。とりあえず今回はレベル2音声のみ。では変身解除して、合衆は言いませんが、決め技スロット。決め技で爆発音でガシャコンマグナム。決め技。決め技で爆発音でバグルドライバーでは。レベル2連動音声が鳴ります。キースラッシャーに刺すと、レベルアップ、そして、先ほどのゾンビと同じで連動変身音が鳴ります。はい、ということでセブンイレブンで購入したガシャポンサウンドライダーガシャットボリューム2を紹介しました。とりあえず僕がハーフ&ハーフのやり方を間違えたことで音声がわけわかんなくなっちゃいましたが、ガシャポンガシャット02のバンバンシューティングと03のデンジャラスゾンビが一緒になってますから、買い逃しちゃった人にはいい再録ですし、メッキバージョンもラインナップされてるところもいいと思います。僕はコンビニで買いましたが、多分スーパーとかにも売ってるんですかね。以上、仮面ライダーエグゼイドガチャポンサウンドライダーガチャットボリューム2の紹介でした。